ユリアン・ファート、ユリアン・ファワートは、ポーランドの画家である。ポーランドを代表する風景画家、水彩画家である。現在のウクライナのリビウ近くの中リグリワクに生まれた。クラクフ美術学校で、ブワディスワ風シュチュキエビチに学んだ後、ミュンヘイン美術院で学んだ。1885年から何度も、ヨーロッパ各地やアジアまで旅し、各地のスケッチを、後の画作に生かした。 1886年にニアスビシュのプロイセン王国の貴族アントニビルヘルムラ・ジビウの領地に狩りに来ていたドイツの当時皇太子ビルヘルム二世と出会い皇太子に招かれて何度か狩りに同行した皇帝となったビルヘルム二世の宮廷画家に1889年になりベルリンで暮らし歴史画などを描いた1895年にクラックフに戻った この頃からフランスの印象派の影響を受けた画風となった。1900年にクラクフ美術学校の教授に任じられると美術学校に印象派の経験に基づく教育の改革を行った。クラクフ美術友好協会の会長も務めた。1904年にデュッセルドルフで開かれた国際美術展の運営に参加した。ありがとうございます。